1969年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員に該当する、ドイツ連邦議会の議員を選出するため、1969年9月に行われた選挙である。1966年にセリ、シエスとスピードの大連立によって発足した、キー・ジンガー政権の下で行われた選挙である。選挙の結果、ビリー・ブラントを主犯とするスピードと FDP による、 連立政権第一次、ブラント内閣が発足した。その後、1982年10月1日に、FDP がスピードとの連立を解消して、ヘルムート・シミット首相が、戦後初の建設的不信任投票で退陣するまで、スピードイコール FDP の連立政権が続くことになった。選挙制度に関する詳細は、ドイツ連邦議会選挙制度を参照整理 CS は242議席、スピードは第2投票で初めて40%を突破し、224議席を確保した。これに対し、大連立で存続の危機にさらされた野党 FDP は、第2投票で議席阻止戦の5%を過労じて上回る5.8%と、前回選挙より、得票率と議席を減らす結果となった。また、大連立政権によって、 連邦議会において、総与党下の色合いが濃くなった結果、極右政党である国家民主党が台頭し、本選挙において、第2投票で4.3%を獲得。ヘッセン州、ラインラントプファルツ州、バイエルン州、ザールラント州の4州では5%を突破した。ありがとうございます。